ピラリスワインディクショナリー。今日はアンズ、アプリコットについてご紹介します。アンズの香り、これは結構イメージしやすく使いやすいのではないかと思います。果実がよく熟したスタイルの白ワインに見つかることの多い香りです。ブドウ品種で言いますと、例えばビオニエやシュナンブラ、暖かい地域のよく熟したシャルドネなどでしょうか。甘く柔らかな香りを表現するときに使う言葉です。赤ワインにこの言葉を使うこともあります。例えばやはり暖かい地域、フランスならコートデュローヌのグルダッシュなどで甘く柔らかいアプリコットジャムのような香りと表現することもあります。もぎたてのフレッシュなアンズ、完熟したアンズ、シロップ漬けのアンズ、アンズジャムなど、香りの甘やかさの度合いを表す表現を付け加えるとさらにワイン表現の幅が広がりますよ。それではまた次回、今日もあなたの表現するワインの世界が少し広がりました。